はい、皆様こんにちは、シンでございます。お元気でお過ごしいらっしゃいますでしょうか。いつも僕の動画をご覧いただいて本当にありがとうございます。今日はですね、ちょっと遅くなってしまったんですけれども、チャンネル登録者7万4000人ね、突破することができまして、生配信のね、告知動画となります。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ちょっとここのところバタバタしておりましてですね、ちょっと動画をねアップするのがちょっと遅くなってしまったんですけれども、昨日はですね、長野県松本市のイベントの模様ですね、ゲスト出演の模様をですね、ちょっとダイジェストで動画をアップさせていただきましたけれども、ご覧いただけましたでしょうか。動画のねこう雰囲気でも伝わる通り、本当お客様が本当あったかくて、また木次先生を中心として本当に一体感のある舞台で、柔らかい感じの舞台でございました。片栗コンサートっていうタイトルでやってらっしゃったんですけれども、今回がですね35回目の開催だったそうなんですよね。つまりはですね、35年間イベントをねやってらっしゃるということで、すごく重みのあるイベントで、特に今回がね、その35周年が締めくくりということだったんですけれども、その大事な舞台にですね、立たせていただいたこと本当に感謝ですし、また岡本会長がですね、動画の中でもありましたけれども、本当に諦めないで、コロナでね何回か延期にはなったんですけれども、それでも呼んでいただけたことを本当に嬉しく思いましたし、中でもそれを聞いたら余計になんていうか緊張と、また力が入りすぎてですね、自分もちょっとこういろいろ反省点もあるわけでございますけれども、でも終わってみて、木次先生も岡本会長も、そして他の方々からも良かったよと言っていただく優しい言葉がありましたので、終わってほっとしたなというようなところでございます。舞台に立つ機会っていうのが私はすごく少なくて貴重な機会でございますので、余計に緊張するというのもあるかもしれませんけれども、やっぱりこの歌えることの、ね、幸せというか、歌えることへの感謝というか、ありがたいな、嬉しいななんてね、そんな気持ちでね、なんか胸がねいっぱいになるような気持ちです。毎回なんかそんな気持ちになるんですけれども、なんかね、皆さんのね温かい気持ちが本当に嬉しい、そんな松本の旅でございました。あとはですね、善光寺さんにね、皆さんと一緒に行ったりとかしている動画もありますので、ちょっとまだそれ編集ができてないんですけれども、編集をしたら、来週あたりね、動画アップできたらいいなと、いろいろ部屋の方でねアップをしたいなと思っておりますので、期待をしない程度に楽しみに待っていただければありがたいなと思っております。ということでですね、本題に入りますけれども、7万4000人突破記念の生配信でございますが、日付がですね、5月の31日、5月の最後の日でございます。火曜日でございますけれども、夜8時30分から生配信をさせていただきたいと思っております。お忙しいさなかかもしれませんけれども、お時間を作っていただいて、生配信ねご参加をいただければありがたいなとそう思っております。いろいろ他にもね思い出話とかいろいろあるんですけれども、その時はこう生配信の時にねいろいろお話もできたらいいなとそう思っておりますので、ぜひお楽しみにお待ちください。こう動画のね投稿を続けられているのも本当に皆様のね、お支えというか応援というか励ましがあるからこそ、続けられていることでございますので、これからも温かく見守っていただければありがたいなとそう思っております。そしていつも見守っていただいている皆様、本当にありがとうございます。以上、シンでございました。では生配信でまたね、バイバイ。